何じっとしてんだ。まさかあんた、この狼に食われたいとか？怯えた羊みたいに震えてんのに、それはねえか。ち、うるせえな。そんなに遊んでほしいなら、俺が相手してやるよ。前段命中、黙みろ。喧嘩売る相手を間違えてんだよ、バーカ。ちお前ら押せよ。近くにまだ潜んでねえか上行って見てこい。あんた危なかったな。俺が来なければ危うく狼の餌になるとこだったぜ。おい、聞いてんの？もしかしてもうガブッとやられた後だったか？別に怪我はしてねえみてえだけど、血も出てねえし。本当か？ま、怪我がねえならいいけど。今の？狼だろ？何ビビってんだよ。まさか狼知らねえとか言わねえよな。ち、やっぱまだいたか。悪いな、子羊ちゃん。話は終わりだ。俺は、クソ狼どもをぶっ殺さなきゃなんねえ。全員射撃用意！赤ずきんだ！一斉攻撃だ！撃て撃て！撃ちまくれ！おいあんた、ポケット突っ立ってたら巻き込まれるぞ！怪我したくねえならさっさと逃げな！足がすくんだ？って、仕方ねえ。うるせえ！死にたくなかったらおとなしくしてろ！お前ら、あと任せたからな！俺は一旦アジトを引く！おろそ。ああ、重っ。ま、とりあえずここなら安全だ。なんだよ。別に、狼どもの腹を満たしてやんのが尺だっただけだし。つうか、あんたもあんただよ。こんな時間にうろうろしてるなんて、どうぞ食べてくださいって言ってるようなもんだぜ。夜中に一人で出歩くな。この街の鉄則だろ。は？どこって、グリム街だよ。あんた、もしかしてここらの人間じゃねえの？その年で迷子かよ。そういうことなら教えといてやるけど、この辺りはヤバいのがいっぱい出るから気をつけろ。狼は序の口、魔女が出ることだってあるし、運が悪けりゃ人さらいに会うかもしれない場所だ。そう。奴らはいつ現れるかわかんねえからな。特に夜は注意しろよ。暗闇に紛れてやられた奴が、俺の仲間にもいる。あのさ、わざわざ忠告してやってんだけど、聞いてんのか？夢？何言ってんだあんた。いや、狼も魔女も珍しくなんかねえだろ。銃だってほら、あんたの後ろに腐るほどあるぜ。見てみろよ。
さか、見たことねえの。マジで？あんた、一体どこから来たんだ？つまり、あんたはこの世界の人間じゃなくて、これは単に、自分の見てる夢だって言いたいのか？ああ、悪い。予想の斜め上だったからつい。夢ね。あんたそれ、本気で言ってるんだよな。そういや聞いたことがあるな。この街には時々何かの拍子で、別の世界の人間が迷い込むって。で、その事実を信じらんねえそいつは決まって、これは夢だって言うらしい。あんたももしかしてそれか？狼も銃も見たことないって時点で、よそ者だってことはわかる。つっても、俺もそういう噂があるって聞いただけだし、これが夢の世界だなんて簡単には信じらんねえな。だって俺らは、生まれた時からここで暮らしてるんだぜ。わかんねえことだらけだな。なんか面倒なの拾っちまった。そんなの俺も知らねえよ。あ、いや、夢から覚める方法、知ってるかもしれねえ。これも噂で聞いただけだけど、試してみるか？あれ、ダメじゃん。キスすりゃ起きるって聞いたんだけど、テーマだったか？試しにもう一回して。いって！何ってそれこっちのセリフ。ないって、そんなに怒ることかよ。こっちは親切心でしてやったのに。ああ、わかったわかった。すみませんでした。ち、夢だっつんなら脳幹にしろよ。心の狭い女だな。つうか、これでダメならもう無理なんじゃね？俺もこの方法以外は知らねえし。つまりあんたは、一生この街で暮らすってわけだ。狼も魔女も人さらいもいる、あんたにとっては怖いこのグリム街でな。ご愁傷様。無駄無駄。ビンタくらいで目が覚めりゃ苦労しねって。やめろやめろ。無駄だって言ってんのにバカなやつ。見ろ。頬赤くなってんじゃねえか。つうか痛みがある時点で夢じゃねえってわかんねえの？悪い夢ね。確かにこの街にはろくなことがない。そういった意味じゃ悪夢の街かもな。はぁ？おい、泣くのか？待て待て、やめろ！女を泣かせたなんてバレたら、グランマに何言われるかわかんねえんだから。はぁ、仕方ねえな。おい、協力してやるから泣くのやめろ。あんたの言う、夢から覚める手伝いをしてやるって言ってんの。キスの詫びとでも思っとけ。ちょうど明日、グランマのとこに行く用がある。あんたも一緒についてくればいい。俺のばあちゃんだよ。この街じゃ一番の物知りで通ってる。さっきの噂を聞かせてくれたのもグランマだし、何か知ってるかもしれないぜ。絶望するには早いってことだ。だからもう泣くんじゃねえ。いいな。礼なんていらねえ。つうか、そういう隙はあんまり見せない方がいいぜ。このグリム街はちょっと油断しただけで、ガブッと食われちまう物騒なとこだからな。
それも覚えとけよ。朝になったら出発。それまではあんたもその辺で好きに寝てろ。ま、夢の中で眠れんならだけどな。じゃあおやすみ。よ、ビビリの子羊ちゃん、やっと起きたか。夢だって言う割にも随分ぐっすり寝てたじゃねえか。ん？朝から辛気臭い顔すんなよ。うまくいけば今日夢から覚めるかもしんねえだろ。ポジティブにいけって。よし、メンテ終了。日も十分昇ったし、グランマンとこ行くぞ。グランマの家はこの森の中にある。結構広い森だから近くはないけど、今から出れば明るいうちに着く距離だ。つっても、ノロノロしてたら日が暮れるからな。暗闇の中でまた狼に襲われたくなかったら、キリキリ歩けよ。ま、仮に連中が出てきても、見つけた瞬間に俺がこいつで撃ち殺してやるけど。ああ、いつどこで狼と遭遇してもいいように、寝る時だってそばに置いてるぜ。そうだな。食われたら冗談じゃねえし、自分を守るために持ってる。昨日の？ああ、あれはまた別。昨日のは構想だ。あんたも昨夜見ただろ。あん時俺と一緒にいた奴らは赤ずきんだんつってな。俺の仲間だ。あいつらと一緒に、俺はこの町で狼と戦ってんの。そう、このずきんがその証。これはな、俺が認めたやつしか被れねえんだ。ちなみになんで赤いかっつうと、これは狼の血で赤いんだぜ。こっちに向かってくる狼に銃弾をぶち込むと、当然返り血を浴びる。真っ白な頭巾も、一瞬で真っ赤に染まっちまうわけだ。そんなことを毎晩毎晩繰り返してると、赤いシミは落ちなくなっていく。言えば、この頭巾は勲章みてえなもんだな。赤ければ赤いほど、狼をやってるってことだから。ほぼ毎晩な。この町から奴らを完全に消すまでは、一生続くと思うぜ。構想する理由？それは。って、危ねえ。忘れるとこだった。グランマンとこ行くなら、どっかで土産を調達していかねえと。あの人、手土産持ってかないと不機嫌になんだよ。この前も手ぶらで遊びに行ったら、気が利かないだの薄情な孫だの、散々言われて最悪だったんだ。つっても今から町に戻るのも面倒だよな。どうするか。ちょうどいい。カモが来たぜ。ないなら奪えばいいってな。しょぼい場所だけど、何かしらは積んでんだろ。足手まといだし、あんたは来なくていいぜ。じゃあ行ってく。なんだよ。一緒に来んのか。だからそう言ってんだろ。襲う以外に何があんだよ。はあ？ダメって。なら交渉でもしろってのか。何かくださいって？
アホらしい。つーか話せよ。逃げちまうだろ。話せって。見ろ。行っちまったじゃねえか。どうしてくれんだよ。グランマに怒られたらあんたのせいだぞ。は？強盗って大げさなんだよ。別に乗ってる奴まで殺すとは言ってねえだろ。ちょっと金目のもんを奪うだけ。なんだよ。やけに突っかかってくんな。あんたやっぱりよそ者なんだな。この街じゃこんなの当たり前だぜ。弱い奴は強い奴に食われる。それを承知の上でみんな暮らしてんだよ。不公平か？そう思うなら強くなればいいんだよ。虐げる方は不公平だなんて思わないんだからな。つうか、マジで土産。町に戻ってたら日が暮れちまうし。だからってグランマにどやされんのも絶対嫌だ。はぁ、とりあえず先進むか。途中でなんか見つかるかもしんねえし。おい、行くぞ。トロトロすんな。はぁ、結局野宿かよ。うろうろしてただけで、土産に手頃なもんも見つかんなかったし、最悪だ。やっぱあの場所、襲っとくんだったか。冗談だっての。いちいちわめくなよ。ったく、奪うのはかわいそうとか傷つけるのが嫌だとか。そんな甘っちょろい考えでも無事だったなんて、あんたのいた世界ってのはよっぽど平和だったんだな。じゃあ物騒だったのか？どうだかな？あんた見てるととてもそうは思えないけど。ほら、遠吠えが聞こえただけでビビってるし、生ぬるいとこで生きてきた証拠だ。まあ、全然怖くないね。なんたってこいつがあれば俺は無敵だ。それに比べてあんたは、俺がいなかったら速攻で死んでたよな。最初に助けてやった時も、あと一歩遅かったら襲われてたわけだし。そう考えるともっと感謝してもよくね？なのにあれはダメ、これもダメって。あんたは俺のグランマかっての。って。ああ、また嫌なこと思い出しちまった。見上げ。つーか、あんたもなんか考えろよ。言っとくけど、責任は俺を止めたそっちにあるんだからな。ほらほら、なんかいい案あんなら出せよ。花？花なんか摘んでどうすんだよ。それ何の冗談？花なんか食えるわけでもねえし、もらっても嬉しくないじゃん。マジで言ってんの？確かに花ならその辺に咲いてるし、すぐに手に入るけど、本当に喜ぶんだろうな。奪ったのがすげえいいもんだったとしても、その辺で摘んだ花の方があんたは嬉しいって言うのかよ。変わってんな、あんた。そんな風に考えたことは今までなかった。いや、昔はあったのかもしんねえな。もう忘れちまっただけで。なんでもねえよ。だからビビんなっての。あれはまだ遠いから心配いらねえ。そうだ。そんなに不安なら、
あんたも銃持っとけばいいんじゃん。マシンガンじゃないけど、一丁貸してやるよ。引き金引けばいいだけだし簡単だって。いざって時の保険みたいなもんだ。ほら。構え方くらいはわかるだろ？やってみな。あんたマジで銃に馴染みがないんだな。そんな持ち方じゃ撃つ前に食われちまうぜ。武器も使い方知らなきゃただの鉄くずだからな。ちゃんと教えてやるよ。そのまま構えてな。いいか、利き手じゃない方にももっと力入れなきゃダメだ。ちゃんと支えとかねえと反動で自分が吹っ飛ぶ。で、構えたら目線はまっすぐ前。あんたみたいな素人はしっかり狙わないと絶対に外す。どんなにビビってても目だけは閉じんなよ。あそこの切り株、見えるか？そう、あれ狙って撃ってみろ。大丈夫だって。俺もこのまま握っててやるから。一回くらい実際にやっておかねえと、本番でもビビってできなくなるぜ。それに夢だかなんだか知らねえけど、あんたが今ここにいるってことは事実なんだ。わけわかんねえ世界で、わけわかんねえまま狼に食われて終わりなんて嫌だろ。だったら自分の身は自分で守れるようになれ。ほら、狙い定めろ。いいか、1、2、3。お、当たった。しかもど真ん中。すげえ、やるじゃん。初めてでこんだけ当てるやつなかなかいないぜ。ああ、手ビリビリするだろ。衝撃あるからな。でも筋は悪くない。ま、教え方が良かったっつうのもあるけど。どうした？ふん。とりあえずそれはあんたに貸してやる。なんかあったら迷わず使えよ。またデモか？あんたさ、何にそんな怯えてんだよ。そりゃ撃てば死ぬだろうな。けど、相手は自分を殺そうとしてきた奴だぜ。殺しても責められる理由はないだろ。少なくとも俺はそう思うね。やることは悪いことじゃない。生き残る上で必要なことだ。ちょっと近づいてきたか？まだ平気だ。ほらな。今遠吠えが聞こえても、さっきほどビビんなかっただろ。使う使わないは自由だけど、自分を守る力があるって思うだけで安心できるもんなんだよ。そのために武器を持つことが間違いだとは、やっぱり俺は思わねえぜ。そうそう。ちょっとは俺の言うことも分かってきたみたいじゃん。礼まで言うのか？急に素直になってどうしたんだよ。心が軽く？なんだそれ。あんたやっぱ変なやつだな。ま、聞き分けいいのは嫌いじゃないぜ。なあ、グランマに聞いても無理だったら、そん時は赤ずきん団で面倒見てやろうか。面倒な女だと思ってたけど、土産に花とか面白いこと言うし、射撃のセンスもいい。何より素直になると結構可愛いし。
なんか気に入った。し、大声出すな。ま、どうせ誰もいねえけど。こういう時の反応も悪くねえじゃん。いいな。ますます気に入った。ま、グランマンとこ行くのやめにしね。夢から覚めたいとかくだらねえこと考えないで、あんたもこの街に住んじまえよ。ここは弱肉強食の街だけど、あんたなら生き残れると思うぜ。不思議だけど、俺らと同じ匂いを感じんだ。あんたはやられる側じゃない。やる側の人間になれるってこと。さっき銃を受け取って実際に撃ったよな。その時点ですでに、やられる人間になるつもりはないってことだろう。ここはそういう、やる気のある奴が生きるには最高の街だぜ。俺とあんたは違う？そうか？じゃあ言ってみろよ。何が違う？あんたが仕方なくなら、俺は好きでやってるって言いたいわけか。ふざけんじゃねえ。この街で好きなんか見せんじゃねえって言っただろ。俺が狼だったら、あんた今頃とっくに噛みつかれてるぜ。忘れちまったみてえだからもう一度教えてやる。あんたがどこの世界の人間だろうと、ここじゃそうやって心に隙のある奴から死んでいくんだよ。俺の親みたいにな。そうだ。俺の親は狼に殺された。何のために毎日争ってるのかって聞いたよな。答えは復讐だ。家族を奪った狼どもを俺はぶっ殺す。最後の一匹が死ぬのをこの目で見るまで永遠に殺し続けてやるってあの日決めたんだよ。俺はそう決めた。決意をした。だから戦えるようになった。結局な、ガイアがどんだけ言ったって、自分自身が覚悟しなきゃ意味ねえんだよ。仕方なくなんて言い訳してるうちは何も変わらない。自分が戦う決意をしなきゃ、あんたも一生やられる側のままだぜ。これだけ言ってもまだくだらねえこと言うなら、もう好きにしろよ。俺だってそこまで親切じゃねえし、余計なもんまで守ってやる義理もない。勝手に死ねばいい。あんな女助けなきゃよかった。憂鬱なことばっか思い出す。俺だって好きでやり始めたわけじゃねえんだよ。けど仕方ねえじゃねえか。他に方法なんてなかったんだから。この街は、正しいことだけしてりゃ生き残れるような甘いとこじゃねえんだよ。生き残りたきゃ。先にやるしかねえんだ。狼？あいつがいる方か？いや、俺には関係ない。あんな女勝手に食われちまえばいい。おい！
間に合ったか。この下手くそ、目は閉じんなっつっただろうが。何も見ねえで当たるわけねえだろ。無事だな。よかった。いい加減離れろよ。もう狼はいないんだから怖くねえだろ。そんなに怖かったのかよ。わかったよ。じゃあしばらくそうしてろ。勝手に死ねとか言っといて助けに来るとか、俺も何してんだか。どうしてって。さあな、自分でもわかんねえ。狼の野郎にいい思いをさせたくなかっただけかもしんねえし、あんたが殺されたらまた後悔すると思ったからかもしれねえ。もう二度と目の前で誰かが狼にやられんのを見たくねえのは確かだからな。ああ、父親も母親も俺の目の前で殺された。何も知らずに帰ったら、そこにはすでに狼がいて、二人はもう手遅れだった。奴らは俺のことも襲おうとしたけど、家には一丁だけ防犯用の猟銃があってさ、初めて銃を撃ったのはその時だ。あの時俺は知ったんだ。死にたくなかったら、やられる前にやるしかないんだって。なんで謝んの？別にいい。実際そういう目に遭わなきゃわかることでもないだろうしな。確かにさっきのあんたも、そういう状況だった。やらなきゃって思っただろ。で、実際にやった。まあ外したけど、なんたってビビリの子羊ちゃんだもんな。でもよくやったよ。覚悟したってすぐにできないのは知ってる。昔の俺もそうだった。だから、あんたのこと、今はまだ俺が守ってやるよ。最初に助けちまったのもなんかの縁だし、女には優しくしろって、散々グランマに教えられたからな。礼はいいからもう寝ろ。明日こそはグランマンとこ行くんだからな。狼が来ても、俺がいれば怖くねえだろ。じゃ、安心して眠れ。何が来ても守ってやるから。グランマンとこ行ったらこいつ、元の世界に戻るかもしんねえんだよな。やっぱ連れて行きたくなくなったっつったら、また泣かれちまうかな。おい、そこのぬかるみに気をつけろよ。にしても、寄り道してたら結局丸一日かかっちまったな。けど、さすがに今夜は野宿しなくて済むぜ。ほら、前。赤い屋根の家が見えるだろ？あれがグランマンチだ。うん。着いた。おい、とりあえず事情は話してやるけど、
その後どうするか俺が決めるからな。勝手なことすんなよ。よし。あと、余計なことも言うんじゃねえぞ。だから、寝込みを襲おうとしたとか、一瞬放置されて死ぬとこだったとこだよ。女には優しくしろってうるさいんだって言ったろ？は？別に怖いわけじゃねえし。ただ、両親の代わりに育ててくれたって恩があるから、頭が上がんねえだけ。まあ口うるさいけど、たった一人の家族だしな。いつか恩を返したいとも思ってる。意外そうな顔すんなよ。どうせ冷たいやつとか思ってんだろうけど、実は俺結構優しいからな。知ってんならいいけど。さて到着っと。ん？なんだこれ。ドアに傷？爪痕みたいな。まさか！グランマ！嘘だろ。おい！そんな。冗談やめろよ。あんたはどうする？今すぐ逃げてももう間に合わない。なら、ここでじっと食われるのを待つか。いや、聞き方を変えよう。あんたはただ黙って殺されてもいいのか？そうか。じゃあ、やるしかないよな。震えてる。怖いか。無理すんな。昨日の今日で人はそんなに変われねえよ。でもどうあがいたってこの悪夢からはもう逃げられねえ。巻き込んじまって悪いけど、
やられたくないなら、覚悟を決めろ。上出来だ。行くぜ。よう、狼ども。俺たちが相手してやるよ。おい、正面は俺が引き受ける。あんたにお城を任せるからな。ビビんな。背中は預けたぜ、子羊ちゃん。来いよ、全部ぶっ殺してやれ。やっぱりさっきのが最後の一匹みたいだぜ。近くにはもう残ってね。おい。って、まだ痺れてんのか？まあ、あんだけ撃ちまくりゃ当然だろうけど。血まみれだ。でも、あんたのじゃなくて、狼の血だよな。赤ずきんの意味が分かっただろう。これからは、あんたにも必要だな。手貸せ。綺麗にしてやるよ。震えてる。もう狼はいないのに何にビビってる。とんでもないこと。こんなの大したことじゃねえよ。殺されそうになったから先に殺した。それの何が悪い？何度も言わせんな。これは生き残るために必要なことなんだ。誰もあんたを責めたりしない。気に病む必要なんてどこにもねえんだ。どんなに血で汚れたって、俺だけはあんたを愛してやるよ。ああ、本当だ。そういや、目を覚ます方法を聞き損ねちまったな。まあ、今更遅いか。どうせ何をしても、あんたはもうこの街から出られない。理由なんて、自分の手を見りゃわかるだろ。あんたもこの街に染まっちまったからだよ。こうなったら、あんたの言う悪夢とやらは、二度と覚めない。でもいいよな。だってあんたはもう、俺たちの仲間なんだから。そうだろ？歓迎するぜ。これからは、ずっとここで暮らしたけ。俺のそばでな。ざまみやがれ。さすが俺の子羊ちゃん。助かったぜ。なんだ、もう逃げんのかよ。最近のあいつらは骨がねえな。サンキューな。つうかあんた、また腕上げた？もう俺が教えることはなさそうだな。
褒めてんのに嬉しくねえの？この構想か？さあな。まあ終わりは近いと思うぜ。最近は街をうろつく狼の数も減ったし、全滅する日はそう遠くないだろう。心配すんな。子羊ちゃんを脅かす奴は、俺が全員ぶっ殺してやるよ。ま、あんた一人でも十分生き残れそうだけどな。ほう、血ついてるぜ。な、あんたはまだこれを悪夢だと思ってるか？だよな。あ、これでよかったんだよ。だって今のあんた、すげえほっとした顔してんじゃん。赤ずきんも様になってるし、すっかり俺らの仲間だ。もう怯えなくていい。今のあんたには、自分を守るための武器と、俺がいる。あんたを怖がらせる狼は全部、俺が殺してやるよ。この町にいる限りな。あるところに、一人の少女がいました。少女はお父さんとお母さん、そして、おばあさんの四人で幸せに暮らす、普通の女の子でしたが、ある時少女の家に強盗が押し入り、その幸せは崩れ去ってしまいます。その日、家にいたのは少女とおばあさんの二人。異変に気づいた少女は、とっさにクローゼットの中へと身を隠しましたが、おばあさんは運悪く、犯人の男に見つかってしまいます。クローゼットの隙間から、少女はずっと見ていました。その男が、無残にも自分のおばあさんを殺す姿を。少女は思わず声を上げます。悲鳴に気づくと、返り血を浴びた男はクローゼットへと近づいてきました。少女の瞳には、どう猛なその男が、まるで血に飢えた狼のように映りました。殺される。少女は本能で思います。しかし大の男に勝てる術などあるはずもありません。ガタガタと震える少女の目に入ったのは、裁縫箱でした。怖い。死にたくない。そのためにはどうすればいいか。考えた少女は、箱の中にあった大きなハサミを握ったのです。やられる前にやらなくては。少女の頭にあるのは、それだけでした。自分の手を血で染めた代償に、少女は窮地を脱しました。しかし、刺された男は幸か不幸か、一命を取り留めてしまったのです。少女は怯えました。いつかあの狼のような男が復讐をしに来るかもしれないと、そう思ったからです。その日以来、少女には常に恐怖がつきまとうようになります。朝も昼も夜も、いつ襲われるのだろうかと思うと、自然と体は震えました。悪夢にうなされることも多くなり、やがてこう考えるようになっていきます。こんな思いをするなら、あの時ちゃんと殺しておけばよかったと。そうは思っても、普通の女の子である彼女にできるのは、ただただ怯えることだけでした。
悪い奴を殺せる方法があるなら誰か教えて。そう願いながら、少女は眠りにつくため目を閉じました。また悪夢を見るのだろうか。そんな不安に苛まれながら。しかし悪夢は悪夢でも、その日少女を待っていたのは、彼女を幸せにしてくれる悪夢でした。その夢の中で、少女はずっと望んでいたものを、ようやく手に入れたのです。怯える必要もなく、血にまみれた自分を守り、愛してくれる王子様がいるその世界は、少女にとって、もはや安心できる唯一の場所となり、彼女の悪夢が目覚めることは、二度とありませんでしたとさ。めでたし、めでたし。どうも、お疲れ様でした。レッドフット役の緑川光です。まあ、リテッド作品恒例のダミヘでフリートークなんですけれども、まあね、もう正直ネタがないので、あまりそっちの方を考えすぎちゃってもね、本来のこうフリートークという形ともかけ離れてしまうのかなと思うので、まあ、とりあえず一旦忘れます。でも、忘れませんので、安心してください。はい。一旦忘れます。はい。じゃあいきますよ。まず最初に収録の感想をお願いいたします。そうですね。新作発表会で、この作品を初めて知ったわけなんですけれども、まあ、絵柄も個人的に、好みですし、ポジション的にも、とても可愛らしい感じの子だなと思っていたので、演じるのを楽しみにしていましたし、グリム童話がモチーフということで、その辺もなんか個人的にツボだなと。そしてまさかのね、まあ、性別違いでやることはもうないだろうなと思っていた赤ずきん的なポジションをやらせていただけたというのは、とても名誉なことだと思っております。ありがとうございました。楽しかったです。はい、続いて。本作品中、レッドフットのセリフでお気に入りのシーンを一つ挙げるとしたらどこですか？教えてください。そうですね。まあ、セリフというよりも、これって、台本って、実際に、皆さん、読む機会が、目にする機会があるんですかね？ないと。ないのでちょっともしかしたらね伝わりにくいかと思うんですけれども演じているとセリフではないんですがレッドフットのセリフによって、ヒロインちゃんが子羊ちゃんがグリムガイに態度何パーセントみたいに、書いてあるところがトガキであるんですけれどもそれが個人的に面白かったですついに 100% になりましたね、みたいなね。そんな感じで、こっそりと楽しませていただきました。それがお気に入りのところです。はい。続いて、最近あった夢で会って欲しかったことはありますか？教えてください。そうですね。某ブランドのお高いじゃないの？っていうカバンのジャックが閉めている時に外れたことですかね。まあ想像は今まで生きてきてチャックのその取っ手が外れるという経験がないんですけれども、まさかそのメーカーで起きるとは夢にも思わなかったので、嘘でしょみたいな。でも一回こう、嘘だよね。キュ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 って戻して、あ、はまったはまった。もう一回やってみよう。外れる。夢かなみたいな。もちろんその後ね、きちんと対応していただいて、今ではすっかり治ってるんですけれどもね。まあ、そのことです。さあ、続いて。もし、グリム童話の世界のキャラクターになれるとしたら何になってみたいですか？演じたキャラクター以外で教えてください。そうですね。なんとなく、白雪姫かな。
まあそれは、まあこの作品中でもそうなんですけれども、なんかスノーホワイトってこう別な呼ばれ方があるじゃないですか。そのスノーホワイトっていう響き、まあ、好きなんですよね。まあ、ただそれだけです。はい。さあ、最後に聞いてるお客様に一言メッセージをお願いします。このね、新しい感じのグリム童話ワールド。いかがでしたでしょうか、少しでもね、喜んでいただけたら嬉しいなと思うんですけれども、この作品、このシリーズっていうよりもこの作品、とてもゲームに向いていると思うので、ぜひぜひ皆さん応援していただいて、ゲーム化になればいいなと、どんなゲームかって。それやっぱりね、赤ずきん団 VS 狼軍団でしょ。これあれですよね、最近注目されてるバーチャルリアリティで。かなりリアルな感じで、やってみたいな、なんて思いました。はいはい。ほんとすいませんね。ずっとこのポジションでやって。でも忘れてませんよ。じゃあ、そうですね。ちょっと準備しますけれども、昔、ダミヘでうがいをしたことあるんですけれども、うがいをしながら、ちょっと、あなたの周りをぐるぐる回ってみようかななんて思います。ぐるぐる回ったことはないと思うんですよね、多分。じゃあちょっと水を口に含んでいきますね。少々お待ちください。はい、準備ができました。今私の両頬に水が入っております。そして喋るとこんな感じなんですね。あ、これも新鮮じゃないですか？あんまこういう状態で喋りませんよね。はい。じゃあ、回りたいと思います。回りながらさよならしたいと思います。それでは。